こんにちは、デリッシュキッチンです。クックパーの提供でお送りします。生鮭2切れは3等分ずつに切りましょう。ボウルに醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1を入れて混ぜ合わせます。鮭を加えて10分ほど漬けて汁気を拭き取ります。2センチ幅の帯状に切った海苔を鮭に巻きましょう。別のボウルに醤油小さじ4分の1、マヨネーズ小さじ4分の1、削り節2つまみを入れて混ぜ合わせ、マヨおかかを作ります。クックパー、フライパン用ホイルを用意します。真ん中を2センチの高さの山折りにしてフライパンに敷きましょう。片側にベーコン1枚分とアスパラ2本分を入れ、もう片側に鮭を並べます。クックパーで仕切って一度に2つのおかずを作ります。蓋をして中火で2分ほど焼き、鮭を裏返しましょう。ツルツルコートのクックパーなら油なしでもくっつきません。水大さじ1をアスパラベーコンにかけ、再度蓋をしてさらに約1分焼きます。マヨおかかを加え、よく絡めてから取り出しましょう。鮭は火が通るまで焼いて、鮭の漬け汁少々を焼き絡めます。クックパーなら焦げつかず綺麗に焼けます。フライパンが汚れないので後片付けも楽々です。冷めたらお弁当箱に詰めて完成です。ぜひお試しください。